はい、皆さんこんにちは、松田ひかるです。今回は全日本総合準決勝本田戦をお送りしたいと思います。決勝トーナメントで当たるかなと思ったんですけど、当たりませんでしたね。ここは非常に燃えてくると思います。この試合も先発は小山選手、いつものルーティーン。本田は全体的に選手がすごく若いチームですね。若くて元気がある、勢いのあるチームですね。ピッチャーも永井、大西っていう若い素晴らしいピッチャー2人に、バッターでは坂田選手を中心に、東畑選手、大西選手っていういい選手がいっぱいいます。先頭はその東畑選手、初球高めのカットボールから入りました。そして2球目、外のライズを完璧に捉えますが、宇根選手ナイスプレイ。この日雨が降っててですね、朝方で2時間ぐらい試合が遅れたんですよね。でグラウンドもちょっとぬかるんだような状況でやっているので、宇根選手手が汚れましたね。そして2番マカヤ選手、ワンボールから打ちますが、安見選手きっちり処理しました。ツーアウトとなり、3番坂田選手、やばい、これはすごいバッティング、わお。外のカットボールをライト方向へこんなに飛ばせるバッターいますか。これはもうこんだけのホームラン打たれたら気持ちよかったんじゃないですかね。小山選手もなんかいい顔してますよ。そして4番大西選手、この試合先発で4番ですね。大西選手、ワンボールツーストライクからカットボールに空振り三振。ツーストライクからも思い切って振ってますね。あ、でも小山選手ナイスピッチングですよ。で先発大西選手、大西選手はね、気持ちが出るピッチャーです。対戦してても気持ちがいいピッチャーですね。先頭は浜本選手、初球何から入るか。初球スラップ、いい当たりでしたが、サードライナーでワンアウト。高波選手もいい反応しましたね。2番宇根選手、ツーボールツーストライクから外のライズに空振り三振でツーアウト。これいいライズですね。大西選手ツーアウトとなり、3番松田、ワンボールからインコースを打ちます。これはあっと、ホームランボールキャッチされたかと思いきや、センターがこれ飛び越えて持ち込んだらホームランになっちゃうっていう判断だったと思いますね。しかしこれ取ってホームランなってもアウトです。これ外野手は覚えておいた方がいいですよ。三塁打となり、4番鳥山選手、スリーボールワンストライクからチェンジアップを見逃してフォアボール。ツーアウトながら一三塁を作ります。そして5番安見選手、スリーボールツーストライクとなり、あーインコース、これも外れてフォアボール。ツーアウトながら満塁を作ります。ここで6番小山選手、ツーストライクから外のこれカットボールですかね。大西選手のこの雄たけびですよ。これは対戦相手からしても燃えますよ。2回表に入ります。この回先頭は藤原選手ですね。三次高校出身です。このバッターも思いっきりがいい選手ですね。初球からいきますが、ファーストゴロ、ワンアウト。そして6番加藤選手、この加藤選手前回今井投手とバッテリーって言ったんですけど、
1個下でした。すみません、間違えました。スリーボール2から見逃し三振で2アウト。そして7番船原選手、ワンボールワンからインコース、これ詰まりましたがライト前へ、角度がついたのでライト前へ押してしまいましたね。8番森田選手、森田選手は小山選手と一緒にジュニア行ってます。ツーストライクから外のカットボールに見逃し三振、ナイスボール。小山選手いい顔してますね。2回裏に入ります。この回の先頭は黒岩選手、セーフティバントを試みますが足に当たったという判定でアウトになってしまいます。8番山内選手、スリーボールツーストライクから、これが高めに大きく外れました。フォアボールを選びます。山内選手、肩を負傷しながらもいい仕事してますね。ワンアウト一塁となり、9番西山選手、ツーボールワンから、そうスラップ、完璧なスラップです。これはショート追いつきましたが、まあ投げれませんよね、あそこ取っても。ワンアウト一二塁となり、浜本選手、スリーボールツーから、ピッチャーゴロ、そうですね、進塁打となります。ツーアウト二三塁となり、2番宇根選手、スリーボールワンから、インコース、これもカットボールですかね、セカンドゴロでスリーアウト。3回表に入ります。この回先頭は9番高波選手、スリーボールツーストライクから、これはツーシームですかね、空振り三振でワンアウト。ワンアウトで1番東畑選手、ツーボールツーから、これもツーシームですかね、外のボールに見逃し三振でツーアウト。いい顔してますよ小山選手。そしてマカヤ選手、スリーボールツーから、チェンジアップに見逃し三振、体浮きましたね、これ頭になかったと思います。ナイスピッチング、この1球は大きいです。ナイスピッチング。3回裏に入ります。この回先頭は3番松田、ツーボールツーから、チェンジアップをしっかり捉えてレフトオーバーのホームラン、ちょっと崩されましたが足で時間を作りましたね。これで試合が振り出しへと戻ります。ナイスバッティング、ここ時間を作ってトップを残して打つ、ナイスバッティング。そして4番鳥山選手、ツーボールツーから、インコースのカットボールですかね、これナイスピッチング、オラついてるな、ナイスピッチング。ワンアウトとなり5番安見選手、ツーボールツーから、これもインコース強気に来ますね、セカンドゴロでツーアウト。そして6番小山選手、初球から行きました、ナイスバッティング、打球が速い、いいですね小山選手、1打席目とは打って変わって初球から行きました。ツーアウト1塁となり黒岩選手、黒岩選手も初球からセーフティを試みますが、これ高波選手ナイスプレーですよ、ナイスプレー、いい流れでしたがしっかり断ち切りましたね。4回表に入ります。この回先頭坂田選手、これもいい打球でしたがショート宇根選手がきっちりさばきました。ワンアウト。4番大西選手、大西選手もパンチ力があります。
初球から積極的に行きましたが、レフトフライでツーアウト。藤井選手めちゃくちゃ笑顔ですね。そして5番藤原選手、ワンボールワンからチェンジアップを打ちますが、鳥山選手ナイスプレイ、足が動いてますね。ナイスプレイ、同点に追いついた回きっちり抑えました。4回裏に入ります。この回先頭は8番山内選手、ツーストライクから外のボールに三振と、ストライクですかね、三振です。ワンアウトとなり9番西山選手、ワンボールツーストライクからライズを打ちますがショートフライでツーアウト。1番浜本選手、ツーストライクから、わー外いいボールですね。大西選手吠えてる、いいですね、気持ちの入ったピッチング。5回表に入ります。この回先頭は加藤選手、ツーボールツーから外のライズに空振り三振でワンアウト。小山選手のあのライズはね、弾丸のように見えますよ。7番船原選手、ワンボールツーから外のカットボールに空振り三振、これドンピシャナイスボール。小山選手ギア上がってきましたね。ツーアウトとなり8番森田選手、初球のチェンジアップを詰まりましたがセンター前へ持っていきます。しぶといバッティングですね。ツーアウト1塁となり9番高波選手、ワンボールツーストライクからカットボールを打ちますがセカンドゴロ、安見選手ナイスプレイ、足も速かったですが落ち着いて処理しました。安見選手いいですね、小山選手もいいですね、しまった展開になってきました。5回裏に入ります。この回先頭は2番宇根選手、ワンボールからインコースのカットボール、これも刺さりましたね、セカンドゴロでワンアウト。3番松田、ツーボールツーからインコース刺されてキャッチャーフライでツーアウト。4番鳥山選手、ツーストライクから高めのライズを打ちますがライトフライでスリーアウト。あそこね、いい出方してますよね鳥山選手。ホンダの攻撃、6回先頭は東畑選手、ワンボールワンストライクから外のライズをレフトへ、これをレフト藤井選手弾いてしまいます。一気に二塁へ、ノーアウト二塁を作ります。東畑選手いいバッターですね。そして2番マカヤ選手、ツーボールからチェンライを打ちます。浜本選手精一杯のプレーですがライト前、一三塁を作られます。ここで坂田選手に回ってきますね。ツーボールからインコースのライズ、これレフト線、藤井選手がナイスキャッチしますが犠牲フライとなります。2対1本田が勝ち越します。4番大西選手、これは初球すっごい痛そうですね、ももに、痛がってる、これは痛いですね、もろいきましたね。しかし大西選手大丈夫です、めちゃくちゃ痛そうですね、いいですよねこうやっていくの、いいキャラしてますね大西選手、闘争心むき出しだったり素直ないい子ですね。ワンアウト1、2塁となり5番藤原選手、ワンボール2ストライクから高めのライズに空振り三振、山内選手スーパージャンプ、ナイスピッチング小山選手、ここの三振は大きいです。そして2アウト1、2塁で加藤選手、これも高めのライズに空振り三振、追加点は許さず
一気に行きそうなパターンでしたが、しっかり断ち切りました。6回裏に入ります。この回先頭は安見選手。ツーボールツーから打ちますが、フェンス際へのセンターフライでワンアウト。そして6番小山選手。ツーボールツーストライクから。インコースのライズを打ちますが、ショートフライでツーアウト。7番黒岩選手、ワンボールツーからスラップ、これもピッチャーゴロ。本田いい声出てますね。7回表に入ります。この回先頭は7番船原選手、ワンボールツーから外のカットボールを打ちますが、ピッチャーゴロでワンアウト。岡山選手落ち着いたフィールディングです。そして8番森田選手、3ボール1ストライクから外のカットボールを打ちますが、先っぽに当たったショートゴロでツーアウト。9番高波選手、1ボール2ストライクから外のライズに空振り三振でスリーアウト。2対1で最終回の攻撃へと望みをつなぎます。この回先頭は8番山内選手から、ツーボールツーストライクとなり、外のカットボール空振り三振。大西選手、最終回になってもコントロールが乱れませんね。ここで9番西山選手のところに和田選手が代打でいきます。ワンボールツーストライクとなり、追い込まれてからの4球目です。低めをうまく打ちました。左中間への、和田選手足速い、ナイスバッティング、望みをつなぐ三塁打。吠えてますね。いい仕事しました。代打で低めの簡単なボールではないですよ。素晴らしい。そらもうこれ見たら震えますよね。鳥肌立ちます。ここ西山選手がダイソーで戻りました。そして先頭浜本選手、ツーボールツーからショートゴロ。西山選手の足と判断が光る。浜本選手も西山選手の足を信じてしっかり転がしに行きましたね。土壇場で追いつきます。うわ、底力感じますね。これベンチにいてちょっと震えましたよ。素晴らしい。これぞ打線ですよ。これぞ打線。ワンアウト一塁で2番宇根選手、スリーボールツーストライクから外のライズですかね、打ちますがセカンドフライでツーアウト。ツーアウト一塁で3番松田、ツーボールツーから外のカットボールに空振り三振。大西選手吠えてる。タイブレーカーに入ります。この回先頭は1番東畑選手ですね。ワンストライクからこれもうまく打ちました。外のライズ、西山選手がドンピシャですよ。これはチームを救うナイスプレー。西山選手ドンピシャです。素晴らしい仕事人ですね。ワンアウト二塁となり2番マカヤ選手、フォアボールを選びます。ルーキーながらいい仕事しますね、マカヤ選手。ここで坂田選手ですよ。ここは勝負の山場です。スリーボールツーから、うわすげえ、スリーボールツーからこの高さに投げ切る小山選手ですよ。フォアボールはないと思うんで振ってしまいますよね。ナイスピッチング、これは超でかいです。そして4番大西選手、ツーボールツーから
外のカットボールを打ちますが、小山選手ナイスフィールディング。アウトにした後に滑ってたのはもう小山選手のお茶目な部分です。8回裏に入ります。この回は先頭鳥山選手、ワンストライクから真ん中ちょっと中寄りの球をしっかり振り抜きました。完璧な打球です。むちゃくちゃ飛んでますねこれ。さよならホームラン。もう俺は盛り上がる。いやこれはもう現地でこういう盛り上がりのあるいや聞いてもらいたいですね。ぜひ完璧な当たり、そりゃ興奮しますよねこれ。みんなの笑顔、いやーチームスポーツっていいですね本当に。素晴らしいバッティング、しっかり振り抜きましたね打った瞬間。4対2でヒラキンの勝利となります。はい、ということで鳥山選手のサヨナラホームランで、小山選手のナイスピッチングで4対2ということでヒラキンが勝利しました。次は、決勝戦、いよいよ決勝戦となります。高知パシフィックウェーブとの対決となります。高知パシフィックウェーブは若きのエースと言ってもいいんですかね、片岡空選手、この総合選手権で完全試合もして1安打完封もしてという、もう快投を続けているピッチャーです。このピッチャーを相手にどう戦うのか、ぜひ次回もご覧ください。お楽しみに。バイバイ。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy ソフトボール。